どうも皆さん、おはこんどーむほもじゃーです。今回もマインクラフト実況やっていきたいと思います。まあね、アナジャのこと誘ったんだけどね、アナジャ今日はね、友達ん家にお泊まりでそのままパコってくるわってことなんでね、今回も一人で寂しく虚しくやっていきたいと思います。よいしょ。ほんでですな、まあいろんなことやりたいんだけども、まずね、ちょっとマップ埋めようか、ちょっとだけね。だからちょっと下準備します。ちょっと待ってね、下準備します。はい、よいしょ。いきなり画面変わったよね、多分チェストのところからこっちに。いや、カット使い慣れてきたんじゃない、わかんないけども、ちゃんとカットなってっかな。まあいいや。じゃあちょっとね、あのマップで言うならば、あっちの方向、あそこだよね、あそこちょっと気になるんだけども、先ちょっと左行ってみたいと思います。左って言えばいいのかわかんないけど、いたいた。で、基本ね、家畜とかをぶち殺すことはね、一旦ね。てか、ここら辺水多いな、すごい。なんか資材とか、資材じゃないや、木とか。ちょっと待てよ、お前すごくねえか、ここ山とか。ほらほら、めっちゃ綺麗じゃない、しかも太陽さんさんやし。水多いな、資源がいっぱいあるね、これは本当に嬉しい。ちょっとマップ埋めていかないといけないな。ほら、いいんじゃない。あれ、あそこ井戸かな、あそこまさか村ある、あれ井戸なの、まさか。てか、まず井戸なのかもよくわかんない。すごくね、なんかこれ。いや、なんか建築のしがいがありそうだよね。ほら、こことか、これいいよ。まあね、特にね、あのこんな移動時間とかにね、だらだら普段のこととか喋ったりとかね、コラボ者がいたらね、いろんなことやりやすいんだけどな。てか、あの井戸浮いてるってこと、あれまず井戸なの、なんだろうあれなんだろうあれ、一個だけポツンって。ワンチャン村とか思ってるけどさ、うん、何あれ。しかもマップの端じゃねえ、あれ本当の端の端。おお、こんなことなってんだ、へえ、すごいな。うん、届かない、あきら、え、ちょっと待って、あれ何、あー違うか、ただ単にまだ読み込んでなかっただけか。ちょっとやばい、思った、俺そうだ、ベッド持ってきてない、野宿できねえ、どないしよう。まあいいや、進めながら行ってどっかに村見つけたらいい話や。今回の動画の目標としては、あれ今雲の時聞こえたよね、あのもう新しい村をもう一個見つけるっていうことだよね。で、大体どこくらいの場所にあって、俺の今拠点にしてるところからどんくらいね、あれ離れてるかとか感じで見て、あれしたいところだよね、あのいろんなもの建てたりとか。まあ、本当だったら今はもう資材とか、あの材料とか集めた方がいいんだけども、一回ちょっとマップをね、やっぱりどんくらいかね、把握しとかないとね。おお、ここいいね、ここもいいね。おお、これはあのさっきのアーチのところじゃね、ここちょうど。やばいなこれ、あっちにもなんか、あそことかね、橋とか建ててみたいよね、こうかけてみたいだね。すごい。ちょっと待って、このシード地すごいよくね、このシード世界。ただ問題が、おーいいね。ちょっとここが一番上なのかな、今回のこのマップのワールドの。あー、そこ Y が作った村やね、こう見たら綺麗だね。上から見てみようか。あー、スケさんいるね。あっちが雪で、そういえば砂漠ってないのかな今回。砂地なさそうげ、ちょっとやつ倒すか。こういう時はね、いきなりジャンプして切りかかる。よいしょよいしょよいしょ、あれい。うん、下には何もなさそうげかな。あっち砂漠だね、あっちちょっと行ってみようか。パンクを、
もっとご飯の種類とか増えてほしいんだけど、なに、なに、うわ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、走れ、走れ、うわ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 、やばい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 、うわ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 、どうしようどうしようどうしよう、え、どうしようどうしよう、え、うわ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 、なんか嫌なもんばっかり見える、嫌なもんばっかり見える、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、俺は先、あれ、あれってまさかピラミッドじゃないの、ちょっと待って、こいつにバレない、バレてるよね。え、あれ、プラミッドだよね。ちょっと降りてこい。痛い。痛くないように、痛くないように、この段差を、段差をテクニシャンのように、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あげー。降りた。なんか、ぬちぬち音聞こえない？ぬちぬち音聞こえるよね。え？なんかすごい警戒、なにこれ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 、ちょっと待って、なにこれちっちゃくね、ちっちゃくね、ちょっと待って。やめろ、来るな、かわいいけど来るな。なにこれ、経験値もね。え、なんだったの今の。すっごい速くて気持ち悪かったけど。お、いや、砂漠ないと思ってたけど、今回広いね、砂漠も。いいんじゃね、資材多いし、砂漠広いし、やりがいあるね。え、これ、ピラミッドだよね。まさか。え、ぽいけどもさ。え、ピラミッドじゃないのこれって。あれ違うの、これ井戸、なんか掘ってったらなんかありそうな気するけども、ちょっと周り掘ってみる。これぽいよね。これぽいよね。どっか入り口あるよね、絶対。掘ってったら。いや、そんなことない。いや、そんなこと、なさそげでなさそう。ピラミッドじゃないのや、今の。痛い。クリエイティブは落ちてもダメージ食らわんので、やめてや。え？あれ違うか。やめや、もう来ないで。なんか水多い、このマップ。やめて。荒野に一人やめて。やめて、ごはん追いかけないで。やばい、一回上に逃げる先にも雲がいる。こいつ、ん？あれ？あれはまさか村ではないのか？ちょっと待て、お前はやる。よいしょ。オッケー。やったぜ、これ村じゃねえの？やったぜ、二個目の村発見。よいしょ。あー、ここも、あのパート1では見せれなかったあれだよね。あのいわゆるドアに入れない現象起こってるよね、この人らも。じゃあこの人らのところも頑張って救うか。あ、ちょっと待って、救いたい気持ちもさ、山なんだけどさ、あのさ、ちょっとさ、どっか入れさせて、どっから入るの、ここ入る、俺入る、よいしょ、入りたいよ、来ないで、え、足踏みでさ、ごめん、おー、ジャンパタック、やったぜ、ん？あれ、入れる、やったぜ、よし、いや、よかった、じゃあ、一旦ね、朝までカット。はい、てなわけで、おはようございます、朝になりました、よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。違う。あれ？さっきそういえば、スケさん倒した時に、夢取れたのかな、今。やったぜ、弓だぜ。使ってっか。よいしょ。じゃあ、降りよう。じゃあ、まず、村がどんだけ広いか、確認するか。村人さん、おはよう。あれ、違う。あれ、村じゃない。部屋が、1、2、3? あー、登れない。1、2、3つだね。3つと井戸だね。本当に小規模だね、こっちの村は。ちょっと待ってよ。よいしょ、OK。かまどあるところには、必ず、チェストがある。開いていきたいと思います。あー、違う。お！鉄のブーツ、リンゴ、鉄、鉄つるはし、リンゴ、鉄、
黒曜石5つやったぜ。まあこれはまあまあ、あの村長さんからの頂き物ということで。こっちの村長さんは誰なのね、この村に。ちょっとここ登れるようにさせてもらおう。よいしょ、おはようございます。何これ、なんでこんなところに砂があんの。てかこの村も大概荒れてるな本当に。まあ建築のしがいがあるって言えばそうなんだけど、3つだからね、もうちょっと家作ってあげようか、この人たちのために家も作るっていう感じでやるか。じゃあ今回は溢れてる人多そうだしね、こっちは。でも多分これだとパート2の容量ではしきれないから、ちょっと待って、もうちょっとねマップちょっと開拓するか、あっち行ってみるか。砂漠がどこまで続いてるのかわかんないんだけども、よいしょ。さあこれ走りながら飛んだら、お、あれさ、勃起島じゃね、あれ勃起島だよね、キノコバイオーム。あれキノコバイオームでかくね、標準サイズ知らんねんけど、標準ペニス島のサイズは知らんねんけど、多分でかいよね。よいしょ。じゃあまあまあまあ、ここの砂漠に村があるとして、あともうちょっとここら辺散策してみるか、何かあるかもわかんないしね。てか大きい山が多いねこのワールド、すごい楽しそう。しかも水が多いから、水とかもボートとかで遊べるようにしたいよね。さあさあさあ走っていくか。馬とかいたらね、馬に乗っかって移動したいんだけども、馬がいないからまだ取ってないというか、ワイのしもべにできてないんだよね、性奴隷にしたいんだよな、一匹ぐらいは。お、あ、ん？あれはまさか、あれ村じゃないの、あれ山、ただの村、どっち、ただの山かただの村か。これさ、目が悪いのとさ、あとあれ遠くが見えづらいっていうのがあるんだよね。あれ村っぽくね、あれ村だよね、え、あれ村、あれ村だよね。ほらほらほら、これ三つ目じゃね、うん、こっちエリア開拓してない方だから。やったぜ、村三つ目、村多いな。おお、ここも砂漠の村、いいね。砂漠の村二つに森林の森のところ。あら、おはようございます。あの森林の方からやってまいりました、本物と申します。うわ、閉められた、ごめんね。あら、ここ人多いな。すごい栄えてる、この村。この村村は栄えてるね。あ、しかも、家の数もすごい大きい、こっちは、デフォルトで。あれ、これ何の建物？ただの小屋か？倉庫にするのかな？よいしょ。あ、いない。誰もいない。あれだね、ここの村は、デフォで家が広いというか、多いから、結構大きめな村だね。ここも覚えとこう。砂漠に二つ村があるんだよね。村の数。ここが、まあ、ちょっとこれはね、1、2、3、4、5、これ6でいいのかな？ 7、8。8個だよ。8個家がある。いいね、この村。すごい人多いね。ちょっと待ってよ。ここら辺からちょっと。あそこに水がある。砂漠のオアシスみたいな？あ、でかいね、こう見ると。え、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。へえ、いいね。だいたいでもこれでマップ半分埋めたのか。じゃあちょっと、ぐるっと一周して、自分の村帰るか。あ、ここジャングルだから、あそこの奥に俺がリスポーンしたところがあるんだよね。リスポーンってか、スポーンだね。リーじゃない。スポーンだね、ただ。よいしょ。あっちとかなんか広そうだから、なんかあるかな。あ、でも水の上走ってくってか、泳いでくの遅いし、俺金槌やし。こっちから行くか。よいしょ。いや、でもこのワールドいいね、すごく。真剣にすごいと思ってるんだけど、俺だけ？ほうほうほう。あ、砂漠とジャンゴーが合体してるみたいな感じか。アマゾンみたいな。あら、豚ちゃん？今の豚ちゃん？牛ちゃん？まあいいや。
よいしょ。どんどんいい感じに開いていく。砂漠なのかこれは。ジャンゴーでいいのか。オアシスがたくさん。あ、でも本当に水が多いからすごい、これ削っていたら繋げれるんじゃね。村同士ボートでも行けそうじゃね、ワンチャン。あ、こっちが端っこ来てもうた。なんかこっち側から進むのは怖い。おっちゃら痛い。でもジャングルの木を登ったり降りたりするのもめんどくさいから外周から行くか。え、でもいいね。かなりいいね。今下の方来てんだね。水が多いし村も多いし。でも残念なことがピラミッドとか寺院っていうのかな、あれ寺みたいなやつ、あれがないっていうのはちょっと痛いけども、ちょっと草殴りつぶして中進んでみっか。いいね。でもあ、でもね、確かね、ここら辺でね、ここら辺じゃない、まだ痛い。あ、これやったら斧消費しちゃうのかな。ああ登りたい登りたい、僕登りたい。ここから登ろう。よいしょ。このね、多分ジャングルのね、バイオームっていうのかな、ここの中からワイ製造されたんだよね、ポコーって。もうすぐワイのポンチがあると思われ。いいねいいねいいね。今回いいんじゃないの実況。今回パート2の思ってた通りというか、あのやりたかったこと通り、村が見つかる、しかも2つプラスマップの開拓もなかなか順調に進んでる。中央寄り、このジャングルの多分中央寄りになったら俺のスポンチがあるんだよね。まあでもそういうあれがないから、物がないから、そこでスポンしたっていう証拠みたいなあれがないから何もわかんないんだけども、実際のところ。よいしょ、えいっす。パンクをもう一個パンク食っとこうか。お、痛い。食って回復したと思ったらすぐまたダメージ食らった。お、こっちはあれかな、綺麗な山の方向かな。あ、こっち山岳っていうのかな、山岳地帯。よいしょ、登ってっか。いいね。でも高さもある、高低差があるマップだよね。おお、こことかも大きい。あら、アーチになってる。アーチっつってもちょっと小さいけど、大きいアーチとかあったらすごい興奮するんだけどね。でね、だいたいね、あそこのね、中央、あそこら辺今見えてるさ、湖くらいのところにリスポーンしたんだよね、俺は。あそこの近く。お、これさ、ちょっと待てよ。これまさかアーチになってなさそうで。なさそうで。普通の道。普通の道というか、普通の山。まあでもいいんじゃね？いや、いいね。広いや。広いというか大きいや。あー、こことかにも橋つなげたいよね。これってあれかな？村から見えてたところかな？これあっち飛び移れる？行っちゃうワンちゃん。よいしょ！ OK！ 危ね。危ね。これ落ちたらさ、この高さ死んでたよね。水にドンピシャではまれば大丈夫だったけども。危ね、よかった。冒険者はやっぱりこんくらいしないとね。なんだっけ、なんか飛べなかったと思ったらスティック押してた。インディン・ジョーンズだっけ？なんだっけ？冒険のやつ。忘れちゃったけど。あれみたいだよ。ちょうどキャラも汚い感出てるし。おー、で、あっちが山だよ。これどうやって戻る？降りてく？これ降りれないよね？降りれないよね？行ってー。降りれると思った俺がバカ。途中で気づいた。この高さはやばい。危ねー。あ、そばも。砂の町、括弧小規模、括弧閉じの方からいただいた、村長からいただいた鉄装備つけてないね。まあ、無駄に使うのもあれだし、今回こんな別に使んでもいいか、どうせ、マップの探索くらいだしね。お、かなりマップ広なったね。広なったというか、開けてきたね。よいしょ。で、ここが、どこだ？あっちに進んで。ああ、でもここもいいね。山多いな、本当に。危な。今、
後ろじゃない、前方ばっかり見て足元見てなかった。いや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 、あ、これは別に落ちても大丈夫だったけど、よいしょ。あ、もう夜になっちゃったね。早いとこちょっと、じゃあまあ拠点変えるか。もうすぐ多分着くはずなんだよね、こっち真っ過ぎた。ほら、いいね。今回収穫多かったね、このパート22回目だけど。あー、綺麗だね、こっちから見たら。ほら、海にだってこうなってて。いや、でもすればこれ松明の数的にいけてるんかな。それが謎なんだよね、未だに。あら、これはメガネ系男子かな。あら、こんにちは。ちょっとわい、おねんねするね。おかさんと言ってや。わいがおかすんやかんね。よいしょー。朝になりました。あら、燃えてる。どうしよっかな。パート2はこんなもんでいいんじゃないかな。いいよね。全然収穫あったし。ねえ、ほもちゃん。ねえ。よいしょ。じゃあ、今回は、これで一旦終了だね。パート2。いい感じだったんじゃないの？収穫したこと多かったし。ほら、マップもこんだけ、あ、見えない。こんだけ広げて。あと、上の方だね。北の方があんまり開けてないから。多分、雪と砂場の間くらいだね。まあ、そんなもんか。まあね。いい感じじゃないの？村も2つ見つかったし、他にここ以外に。これはちょっと開拓しがいがあるよね。てなわけで、今回パート2終わりたいと思いますね。ほんじゃ皆さん、アデュー。